アクセル・カーンはフランスの科学者、遺伝学者、ジャーナリスト、ジャン・フランソワ・カーンの兄である。1992年から2004年までフランス国家諮問倫理委員会の一員であり、遺伝子治療の分野に従事した。カーンは最初にフランス国立保健医学研究機構に生科学の専門家として入所した。その後、2002年に欧州委員会から生命科学と 生物工学に関する事柄の相談役に任命される。1984年から2007年までは生物医学を専門とするフランス国立研究室の所長を務め、同年にはパリデカルト大学の総長に選出されている。フランス国内では遺伝学と倫理学を講習に説明するためにメディアに登場することで知られているカーンは公務員として ヨーロッパ向けの遺伝子組み換え作物を管理する委員会の代表でもあった。カーンはフランスの生物医学雑誌の編集者であったが、1999年に出版されたもののうち80%から90%のものには本当に興味が持てるものはほとんどないとし、ほとんどの雑誌はまめに相談に来ることはないと述べている。カーンは オックスフォードの生物学者であるリチャード・ドーキンスの言う、利己的な遺伝子と遺伝子決定論は不正確であるとし、個人的には、私は超遺伝子決定論に対して、また利己的な遺伝子によるドーキンス理論に対して強く反対するものであると述べている。2004年、カーンは請願書に署名し、パリを本拠地として公的資金により援助されている個人研究所の 所長の職王じすと政府を脅している。調査、研究に対する政府の予算削減がその理由であった。カーンは生殖細胞遺伝子による治療に反対している。治療法としての価値は全くないと主張し、世界保健機構を通じて全世界的に禁止されるよう働きかけている。幹細胞については治療であるとし、科学が科学のみで幹細胞について、 結論を出すことはできない。しかし、科学的事実を明確にすることなしには、倫理的問題について議論することは、不可能であると述べている。カーンは、大河が試験管内で受精させた後に冷凍保存されいずれ、廃棄されると決められているにせよ、それはやはり科学の進歩のために使用されるべきである。なぜならその大河が、潜在的に人間として成長する。 可能性を秘めていようがいまいが、その時点ではその大河の運命は研究のために用いられるか殺されるかのいずれかであり、そして人類の計画に貢献することができる唯一の可能性は科学的研究の助けとなることしかないからだ、というのである。この見解について宗教的理論家の中には大河の人間性を尊重しようとする姿勢が見られない、とする者も,もいる。 1995年には、カーンは、卵細胞室内精子注入法について、反対を唱え、注目されていた。この治療方法のことを、不妊に用いられるべきものでない、実験的治療法であるとみなしていたのである。この方法が抱えている、危険性の高さを考えたときに、この治療法にはそれを正当化することが可能なだけの、適切さが欠けていると考えたのである。 カーンはまた他の生殖能力のない家族のために自分たちの子供を養子に出す家族のことについても反対意見を述べている。米国で62歳のフランス人女性が兄弟の生死を移植された後に出産した事例について反対意見を述べた際にはカーンは社会的謹慎相関であるとして抗議し最も重要なことはこの移植に携わった医者たちが存在するということで あり、そしてこの医者たちが、なぜ手術したかというと、気前よく支払ってもらったからだと続けている。カーンは、しかし倫理的観点からすれば、いくつかの理由からクローン化に基づく人類の複製を合法化することには、私は完全に反対であると言っている。この方法が公認されると、何人かの人間たちが、自分たちの姿形と同じ人類を作り出すことになるだろう。 この種の支配は、それが肉体的なものに限定されていたとしても耐えられないものである。何が誰かに性別の選択権や目の色や髪の色の選択権、顎の形や人間としての性格を選ぶ権利を与えることができるだろうか。従って、私には生殖のクローン化を合法化する理由が見出せない。治療法としてのクローン化に関しては問題点を指摘することができる。 すなわち考えうる治療目的のクローン化を作るより前に人間をクローン化する技術が発見されねばならないと主張している。カーンは治療型クローンは全く効果は表さないだろうとも言っている。イスラエルは現在の場所で永続的な状態を保つことは不可能である。人口統計、法律、そして西側諸国の安心感を得られない両親こうした要素が イスラエルの安定の妨げとなっているのであると述べ、イスラエルの製品の購買拒否を呼びかけた。ありがとうございます。